開脚ベターのためのストレッチをやっていきたいと思います。1日10分、毎日この動画を開いてやっていただければ必ずあなたも胸がつくようになります。それではやっていきたいと思います。レッツスタート。まずストレッチの前にストレッチのための準備運動というのをまずやっていきたいと思います。でこれは何かというと、ベターってこう開脚ベターするのは静的ストレッチと言います。静的ストレッチの前に動的ストレッチをすると非常に体が動きやすくなるので、それをやっていきたいと思います。簡単に言うとね、ラジオ体操みたいなものだと思ってみてください。それではまずいきます。まずはこのように椅子につかまっていただいて、足を前後に振ります。それぞれ10回ずついきます。よーい、スタート。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10、反対。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10。この時に気をつけなきゃいけないのは、一緒にこうやってなってしまうとあんまり効果がないので、なるべくこれは直立の状態で、これがですね、次こういうふうに持っていただいて、足を振り子に、ね、これも10回やります。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10、反対。1 2 3 4 5 6 7 8 9 10。これもですね、同じようにこうやってなっちゃうとあまり効果がないので、なるべく正面を向かって体がこう動かないようにして、足だけ振る感じにしてみてください。次行きましょう。片足膝を立てて片足を伸ばします。この時につま先が天井を向いていることが大切です。この状態で肘で膝をちょっと押しながら、体を地面に、胸をですね向けていくような感じで、こんな感じに、この時にですね、少しちょっとこう動いてやる、これこうでもいいですね、動いてやる、これ30秒いきます。よーい、スタート。ゆっくり息をですね、鼻から吸って10秒。はい、おしまい。反対やります。では行きます。同じように肘で膝を押して、なるべくかかとを地面につけてください。で胸を地面に向けるようにして、少し体をゆすりながらいきます。よーい、スタート。30秒いきます。息はなるべくゆっくり吐いて、鼻から吸ってゆっくり吐きます。少しこう体をゆするようにしてみてください。しっかり肘で膝を押してくださいね。あと5秒。はい、終了。そして次の準備運動は、よくあるこういうストレッチなんですけども、ここの足の角度が内側にこうなってしまうと
あまり効果がないので、少しなるべくこう地面と直角になるぐらいのイメージでやっていきますね。足を開いて、つま先は外を向いてて OK です。ではまず30秒上下に入れながらストレッチします。よーいスタート。この時も息をゆっくり吸って吐いて吸って吐いて、あと10秒ですよ。意識してなるべくこう外側に押すような感じですね。3、2、1、はい、反対いきます。今度は左肩を前に、こちらですね、こちらを向こうに押すような感じで、なるべくこう股関節、このですね、開脚ベターに必要なところのストレッチをするような感じですね。もしきついよっていう方がいたら、こっちの肘少し曲げてもいいと思います。3、2、1、はい、余裕終了。お尻です。前屈をするんですけど、膝が曲がったり背中が曲がったりするとあまりここ伸びないです。なので膝は軽く伸ばしていただいて、背中が曲がらないようにここから曲げるような感じ、こういう感じですね。大丈夫ですか。これである程度痛気持ちいいところまで落としていただいたら、上下にふわ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 、これも30秒いきます。よーいスタート。ゆっくり下ろして、痛気持ちいいところで、ここにね、親指を当てるとやりやすいかもしれないですね。背筋は伸ばしてください。開脚ベターに必要な柔らかくなければいけない筋肉というのは、主にお尻の筋肉、大臀筋という筋肉です。それとですね、ここハムストリング、それから内側のですね、ハムストリングと隣にある内側ハムストリングスっていう筋肉らしいんですけども、その辺の柔軟性がないと開脚ベターはいかないので、そこをまずね、伸ばす準備運動をしました。これから早速開脚ベターに向けてやっていきます。こちらの左足からいきますね。左足を右足の外側に持ってきます。そしたら膝を胸に近づけていきます。左のお尻が伸びます。30秒いきます。ちょうど痛気持ちいいところで大丈夫です。まだそれでも伸びが足らないよっていう方は、少し背筋を伸ばしてみてください。Thank you.
はい、終了。反対いきます。一度あぐらに戻って、今度は右足を左足の外に持っていって、膝を胸に近づけます。右のお尻が伸びます。用意スタート。息をゆっくりしましょう。伸びが足らないよという方は背筋を伸ばして、お腹を膝につけるような感じで伸ばしていきます。ここが硬いとですね、開脚ベターに行きづらいそうです。人それぞれ骨格が違うので、終了。人それぞれ骨格が違うので、少しちょっとこっちにやった方がここに張りを感じる人とか、こっちにやった方が張りを感じる人とか、いろいろいると思うので、自分なりのポジションを見つけましょう。次はこの足を少しずらします。最初は左足が前です。なるべくかかととかかとがセンターに来るよう、一足分ぐらいずつ間を空けてみてください。そしたら手をなるべく前についていきます。もしこれでも伸びが足らないよっていう人がいれば、肘を床につけてください。こんな感じです。30秒いきます。ちょっと呼吸がしづらいですけれども、ゆっくりお腹で呼吸をしてください。吐いて脱力した時にふーって体がですね、下に沈んでいくのが分かると思います。その時に体が伸ばされてますのでね。5、4、3、2、1。はい、反対いきます。今度は足を入れ替えて、もう一度30秒いきます。これもですね、この足の開き方とか隙間とか、その辺はですね、自分なりのお尻が伸びる角度というかね、そういうのを自分で掴んでみてください。はい、終了です。それではさらにお尻を伸ばしていきます。今度は仰向けに寝ましょう。その時にですね、まずは左足を右膝の上に乗せます。こんな感じですね。そしたらですね、下から手を入れて、これも下から手を入れて、この足をこう持ち上げるような感じ。そしたらですね、膝をしっかりこう持って、このままですね、寝転びます。これも30秒いきます。用意始め。こんな感じです。この時に姿勢を伸ばすと、左のお尻がですね、すごく伸びてる感じがあると思います。足を入れ替えましょう。今度は右足を左足の上に乗せます。下から手を入れて、かかとをつかみます。反対の手も同じようにかかとを使います。このまま後ろに入れます。30秒。その時にこの姿勢よりも頭が後ろにつくと、より一層、お尻が伸びる感じがあると思います。ゆっくりと呼吸をしましょう。少し力を入れて、これをぎゅっと体に近づけてみましょう。
て少し前に置きます。これはねヨガのポーズでもあるんですけど、下から手を伸ばしてつま先をキュッと掴みましょう。掴めない方は下に手をこう入れても大丈夫です。そうしましたらこの状態で胸を足に近づけるようにするとお尻が伸びます。この広さは人それぞれ伸びる場所が違うので、一番お尻が伸びる場所を自分なりに探しましょう。30秒、用意スタート。なるべくこの時も背中がこう丸まるよりもお腹が足にくっつくような感じ、こんな感じですね。もうちょっとです。はい、終了。今度はハムストリング、足の裏側を伸ばしていきたいと思います。まずまっすぐ座っていただいて右足を内側につけます。こんな感じです。それで左足を左手でキュッと持ちます。もしきついよっていう人がいたら足首でも OK です。もっといけるよっていう方は足の裏をこんな感じで掴むようにしてみてください。これで30秒いきます。よーいスタート。もっといけるよっていう方は胸をですね膝に近づける。あまり体をこうねじってしまうと伸びるところが変わってしまうので、なるべく足の方向に体を向けるような感じ。はい、反対いきます。左足を畳んで右足を右手で持ちます。体はなるべく正面、足を向いてる方に向けてください。それでは30秒いきます。よーい始め。あまりこう背中が丸くならないようになるべく目を足に近づけるような感じでやりましょう。はい、終了。では次は太ももの内側の筋肉を伸ばしていきます。先ほどと同じように足を前に伸ばして右足を畳みます。左足を軽く開きます。あくまでもここを伸ばしますので少しこっちに倒れるようなイメージでこちらを手で押します。このまま前に倒れていくんですけれども、このつま先がこっちを向かないようにしながらやっていきます。30秒いきます。はじめ。あくまでもここの内側に張りを感じるような角度を自分で探してください。はい、反対。30秒いきます。僕の場合は少し前に倒れてからぐっとこっちに体を向けると
ここにすごく張りを感じるので伸びる角度なんだと思います。これは人それぞれ違いますので自分で掴みましょう。はい、終了。次のストレッチです。次は先ほどと同じように右足を折ります。今度は左足を大きく開けるだけ外に開いてください。この状態で左手で左足を使います。もしこれきついよっていう方がいたら足首でも OK です。こんな感じですね。そしたら今度は右手でしっかり膝を押します。そうするとハムストリングと内側ハムストリングス2ついっぺんに、張りを感じると思うのでこれもやっていきます。30秒いきます。スタート。息を吐いた時に体を沈めていきます。はい、反対いきます。30秒いきます。息を吐いた時に脱力をして体を倒し込んでいってください。はい、終了。次のストレッチいきます。先ほどと同じように右足を折って左足を大きく開きます。先ほどは左足を左手で掴んだんですけども今度は右手で掴みます。これは結構大変です。ギュッ、こんな感じですね。もしできる方がいたら外側から小指側から回していただいて、しかもちょっと下の方を掴んでいただいても大丈夫です。これきついよっていう方がいたら足首でも大丈夫です。30秒いきましょう。スタート。息を吐いた時に体を沈めていってください。余裕がある方は両手で掴めると思います。あくまでも伸ばしているのはここで、ここが伸びる感じじゃなくてここが伸びる感じでお願いします。はい、終了。反対いきましょう。30秒始めます。スタート。同じようなストレッチでこういうストレッチありますけど、ここはですね、あまり関係ないので、ここに張りを感じるような角度でお願いします。はい、終了。では次のストレッチです。最初こういうストレッチをしたんですけども、これはですね、お尻を伸ばすストレッチなんですけども、今度は股関節を伸ばしていきます。足の裏と裏をくっつけて、体になるべく近づけていきます。手を組んだら、足の下に入れます。こんな感じ。そしたら、この肘で膝を下になるべく押し下げて、さらに注意なんですけども、背骨がこう曲がるとあまり効かないので、お腹をここにくっつけるようなイメージでやってみてください。30秒いきます。スタート。息を吐いた時に脱力して、スーッ
りましょう。はい、終了です。では次のストレッチに行きます。やっと足を開きます。なるべくお尻の位置を自分で決めて、自分が今できる開脚のほぼマックスぐらいのところまで、よいしょ、開いていきます。そしてですね、前よりも後ろに手をついた方がやりやすいと思うんですけども、後ろでですね、ちょっとですね、体をこう持ち上げます。こんな感じ、お尻が少し浮く感じですね。ここまでできたら少しですね、体をこう揺すっていきます。こんな感じ、そうそうですね、ここがすごく伸びる感じがあると思うんですね。これを30秒間やっていきます。スタート。こんな感じです。はい、終了。今度はですね、お尻をつけていただいたら、足が前上前上っていうふうに動くように、自分でですね、太ももを動かしていきます。これも30秒いきます。スタート。この時に少し余裕がある方は少し体を前に、こんな感じですね。これはですね、大腿骨がここにこう入ってるんですけども、そこをですね、動かすことによって、筋肉の柔軟性をつけていくというストレッチになります。はい、終了。一度戻ります。もう一度広げてください。次は前に行くのではなくて横に行きます。右足をですね、右手で掴める人は右手で、これですね、左手で掴める人は左手で掴んでください。そうするとまた内側と後ろの筋肉が伸びます。これも30秒いきます。スタート。こんな感じですね。この時ね、あまりこう反動はつけない方がいいんですけど、緩くこう揺するような感じでしたら全然問題ないです。余裕がある方は左手の方で、こんな感じですね。はい、終了。反対いきます。30秒。これも余裕がある方は左足を右手で掴んでみてください。少しこう揺れるような感じでと言っても大丈夫です。あくまでも息を吐いた時、脱力してる時にと近づけるようにしてみてください。はい、終了。一度戻ります。これでだいぶですね、太ももの裏、太ももの内側、お尻、この辺がほぐれてきたんではないかなと思います。それではですね、いよいよベターに向かってやっていきたいと思います。もう一度足を開きましょう。肘が床につく方は肘を床につけてください。この時に背中がですね、ちょっとこう曲がっても最初は大丈夫です。30秒いきましょう。スタート。こんな感じですね。少し余裕がある方は前に進んでいってください。もしこれきついよっていう方がいらっしゃったら手でも大丈夫です。
でもその時に少し手を前に持っていって少しここに張りを感じるようにしてみてください。はい、終了。今度はお腹を、胸を床に近づけるように背中を丸めないでこのまま前に倒れていきます。30秒いきます。スタート。手はなるべく前に、顔を下げてしまうと背中が丸まってしまうのでなるべく顔は正面を見るような感じにしてみてください。足、なるべく天井に向くようにお願いします。いけるよっていう方がいたらなるべく前に手を持っていってあげてください。はい、終了。一回戻ります。これでですね、ベターのためのストレッチっていうのは終わりなんですけども、じゃあ今日どのくらいいったかチェックしてみましょう。さあ、いよいよベターチャレンジです。なるべくですね、胸を床につけるような感じでやってみてください。それではいってみます。スタート。どうでしょうか。あなたも開脚ベターできるようになりましょう。1日10分で大丈夫です。この動画を毎日見ながら10分間時間をください。そしてお風呂上がりでも最初にストレッチをする前の準備運動をするとより一層効果が高まります。ぜひやってみましょう。さようなら。3、2、1、9。最後までご視聴ありがとうございました。動画良いと思ったら高評価のグッドマーク、そしてチャンネル登録をよろしくお願いします。お願いします。